おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。1週間始まりました。ふう今週もゆるく頑張ろう。これね、キャベツをざく切り、そしたら玉ねぎは薄切りね。でね、ウインナーは切り込みを入れて、今日は湯がいたよ。で、鶏肉の下味はこれね、塩コショウと酒を小さじ1。で、しっかり揉み込むよ。で、合わせ調味料の分量、これね、私さ、調味料合わせるときに味の素を入れるの忘れてて、でもね、ちゃんとって後から気づいてね、味の素もピッ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 ピーって振った。何かしらすぐ忘れちゃう、困ったおばさんねえ。で、卵焼きの分量、これね、なんかね、昨日は天気なんだった？晴れてたような気がするけど、どうだった？もう、あら、昨日のこと思う忘れちゃった、なんでだろうでもね、昨日はね、わりかし涼しいなーって、私でもね、涼しく感じたよ。あの、体感温度ね、私高いじゃん、ブーさんだからおデブさんだから体感温度高いけど、昨日は私でもね、涼しく感じたのよね。で、今日はどうかな？今日はでもお弁当作り終わったら汗だくだったからさ。ねえ。そして私はまだ半袖。半袖？昨日はちょうど良かった、半袖で。半袖でね、過ごしやすかったからさ。で、今日はね、よか天気。秋晴れ中のこういうのをね、秋晴れのよか天気。青空がとても綺麗。はあ、今日はね、週初め早々自分の大学病院があったりするから、パパッとなんやかんや終わらせて早くお家を出ないといけないなとは思ってる。いつもね、30分前行動をするようにしてんのよ。トロイし、私がトロイっていうのもあるしさ、道中長いから何があるかわかんないからね、一応早く着いたに越したことはないかなとは思っている。めちゃくちゃいい天気で、でも外はきっと暑いんだろうなって感じお家はまだ25度でクーラーはガンガンついてるからさ、で、私はそれに扇風機をガンガン当たってるからね、あの TM レボリューションみたいに顔から正面からゴーって扇風機をね、当ててる暑いんだもん、このね、更年期も相まって。これで卵焼きができた。そしたらね、ごま油。で、玉ねぎとカニカマを炒めるよ。これね、大人のカニカマ。なんだったっけ？これは、あそこの、どこの会社だったっけ？西川の会社じゃなかったかな？杉尾っていうところの。杉尾っていうところの大人のカニカマ、これめちゃくちゃうまい。だからこのカニカマ手で炊いた。んでね、なんか余計な話してるっていうか、間にさ、分量消えちゃったね大丈夫、また概要欄にも書いとくから。でね、カニカマ、なんだ、玉ねぎとカニカマのおかか炒めもできた。でね、さっきざく切りしたキャベツをささっと炒めとくよ。たらね、これは一旦取り出す。一旦というか、まあ、取り出すも。ちょっとさ、シャキッと感が残るぐらいが美味しいからね。で、鶏肉ね。
これはね、片面2分ずつ焼くよ。そしたら裏返して、めっちゃ美味しそうな焼き色で今でね、あと2分焼くね。で、合わせ込むよ。そしたらさ、タレをしっかり絡めつつ、みりんのアルコールをぶっ飛ばす。これもほんとキャベツと一緒にもりもり食べたらめちゃくちゃうまい。でね、全体にこう余白に絡んだら、コロコロチキンのニンニク醤油ができた。つねるよ。ワックスペーパーで仕切って、卵焼きは底上げをして、切り口が正面を向くように詰めるよ。そしたらカップを敷いて、ここにね、玉ねぎとカニカマのおかか炒めね。で、ミートボール。私はいつもね、二つずつね、爪楊枝で留めてる。で、隙間のところにウインナー。で、炒めたキャベツをドドーンと敷いて、ここにさ、コロコロチキンをね、ドカンドカンドカンドカーンって乗っける。でね、ごまをパラリと振って、ミニトマトね。で、今日はのり玉ふりかけ。これでね、今日のお弁当の出来上がり。週初めはね、コロコロチキンとかのお弁当でした。材料と分量これね、また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。ではでは、良い一日を。